奥舞台。奥舞台。ひりおくん？ひりおくん奥舞台？なんか俺から見たらちょっと一重っぽい。ちょっと待って、近くで見たい。すごい近くで見たいな、なんか。今日はちょっとひりおくん本当に一重、いや俺から見て一重だと思うんだけど。ひりおくん？あ、ダメだ。でも見つかったらダメだから。こっそり。こっそりアサリを投げつつ確認しに行こう。今日なんかミッション多くね。なんか後ろだな。あっち向いて、あ、こっち向いた。もうちょい、もうちょいで見れるのに顔が、顔すら見れない今。まあ、でも後ろ向いてるときはアサリを投げ、なんかやってる。待って、何やってんの。なんか海にペットボトル投げてた。海にペットボトルない。環境汚染か？なんかゴミ投げてたね、今。もう一回見たいな。あー、こっち見た、こっち見た。ゆうくん。ゆうくん、自分で。自分で持って。アサリ自分で取ったら海に捨てるのね。ひりおくん、ひりおくんまたやってる。ひりおくん、アサリは投げていいけど、ペットボトルはゴミ投げちゃダメだよ。ひりおくん、いや、ペットボトルはダメだって。アサリならいいよ。とりあえずこれ今、チャンス。今チャンス。やばい、危ない、危ない。これはどうだ、見えてるのか。この位置、ちょうど角度で見えなくなってると思うんだけど。まずい、やばい、危ない。あー、見た、こっち。あ、でも今チャンスじゃない、確認するの。ギルくん顔見して。うわー、あ、これ一重だな。よく一重だな、これ。よくん。君、奥舞台ちょっと見え張ってるべ。一重なのに、よく一重なのに奥舞台って自分で言い張って、やばいやばい、見え張ってるぞ、これ。やめろ、やめろ、やめろ、見ろ。あ、でも俺の方がちょっと足早いかもしれない。ちょっとうまいこと巻いてみるか。バレてない。よしよし、今、ひりおくん5個ついてるから、あとアサリ5個つければいいのか。ひりおくん見失っちゃった。うおー、危ない危ない危ない。ペットボトル持って走ってきた。なんか、スキップしてないか？え？スキップして投げてる。なんか、ゴミ捨てるのにそんな楽しいのか。今回のひりおくん、ずっとゴミ捨ててる。そろそろ止めないと、スプラトゥーンの環境がほんと汚染されちゃうから、ひりおくんっていうか、まあ、街を救うためにOK！やった！ 10 個捕まえた！やった！捕まえたぞ！ひりおくんダメだよ、ゴミ捨てちゃ。これ、ちょっとちゃんと教えよう。ひりおくん、投げちゃダメだよ、俺。それは、海に捨てちゃらダメ。ああ！ダメ、ダメ。ダメ、ダメ、ダメ。それダメ。ダメ。売ればいいってもんじゃなくて。売ればいいってもんじゃなくて。それダメなの。ダメ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 。投げちゃダメ。あーダメだ。言ったことすら守れない。ひりおくん、ダメ。それダメ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 。それダメダメダメ。ひりおくん、こっち、こっち、こっち来るんだ。こっち。そう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 。あ、じゃあゴミ箱作ってあげよう。ひりおくんのために。ひりおくん、ここゴミ箱だ。ここゴミ箱だ。そこゴミ箱なのに、自分からゴミ箱入ってった。ひりおくんはゴミじゃないよ。ひりおくん、ゴミじゃない。ひりおくんはゴミじゃない。ここゴミ箱だから。何やってんの？落ち込んでる、落ち込んでる、落ち込んでる。ひりおくん、落ち込んでる。嘘だよ。ひりおくんゴミじゃないからね。ダメだよ。あ、それもダメだよ。それもダメだって。どうしよう。あ、わかった。じゃあ、もう俺に投げてくれ。俺にもゴミを投げてくれ。キャッチするから。痛い痛い痛い。それでいい、もうそれでいいよ。それでいい。死んだ。ひりおにやられた。